シンフォニックバンドのためのパッサカリアは、金田里氏が作曲した、吹奏楽曲。吹奏楽のためのパッサカリアなどと表記される場合も、ある。1971年、音楽の友社創立30周年記念行事の、異色作品として作曲された。1972年5月30日に、東京音楽大学シンフォニック、ウィンドアンサンブルによって初演され、 音楽の友社から出版された。中学校や高等学校のバンドで可能な演奏技術で音楽の楽しみや喜びが味わえるようなものを書きたいと思いましたという作曲意図の通りに作曲直後から後半に取り上げられている。全日本吹奏楽コンクール全国大会において13回自由曲として取り上げられており5団体金賞受賞をしている2017年時点。 なお、本作品は、中原達彦の手により、還元楽編成に編曲されており、2011年2月25日に、下野達也の式により、大阪フィルハーモニー公共楽団の演奏で、上演された。この編曲は、2018年に、下野達也式、東京公共楽団の名曲全集第135回にて再演される。2017年、星名用の手により、 還元楽編成に編曲され、星名アカデミー室内還元楽団により初演された。演奏時間は約6分半。モデラート、編歩調、3、4拍子。冒頭22半音階の音をすべて用いた10、小説の主題が低音に提示され、パッサカリアの形式により18の変奏が繰り返される。主題は曲を通して常に繰り返されるが、 第四変装は4、四拍子のアレグロノントロッポとなってテンポを上げ、第十二変装は軽快なワルツになるなど、テンポや曲調を変えながら多彩な変装が続く。第九変装のように主題が縮小型で現れることもある。最後の変装はグランディオソと指示されたトゥッティのコラールとなり、変補調長の手話音で力強く集結する。木村義弘。 大阪市音楽団、ああ。金田聡作品集、とがしてっ石本和富、派、道力や、一音実婚。全日本吹奏楽コンクール名曲、名演五十川で初防審者、2007、大阪フィルハーモニー交響楽団、スペシャルライブ吹奏楽。 ミーズオーケストラ http コロンスラッシュスラッシュ tokyosymphony.jp スラッシュ pc スラッシュコンセルトスラッシュ telp id イコール2バイト4% 2バイククプック4% 3d&p コンサートカータゴリットイコール a43 グフィップ7 vkk%3dhttps://www.youtube.com/watch, v イコール rggwgvhhw1a. ありがとうございます。